はい、街歩きをする前にですね、特筆すべきこのホテルご紹介しましょう。ブルバードパレスホテルなんですけど、Airbnb で撮ったらですね、1泊2000ちょっとぐらいですかね、2泊で4800円ぐらいだったと思うんですけど、で大したことないんだろうと思ってたんですよね。部屋も小さく狭いんだろうとかですね、ベッドしかないんだろうとかって思ってたんですけど、まさかまさかシーズンオフなんで20ドルぐらいで全然泊まれるみたいなですね、広い部屋です。あのベッド写真撮りました。普通のですね、あの夏のハイシーズンだと70ドルするらしいです。一人部屋でも40ドルするっていう風に言ってました。あのもう本当ね、それだけ払っても全然おかしくないんですけど、2000円であんな泊まれてね、申し訳ないっていうぐらいのところです。はい、